こんにちは。副業サポーター、堀秀夫です。と同時に、私は、まあ、不動産コンサルティング技能士とか、まあ、タクシー建物の取引主任者、まあ、そういう不動産の資格も持っています。また、海外の不動産、ね、え、海外の都市行けば、そら不動産好きなんでね、えー、値段を調べたり、まあ、上がってるか下がってたら、気にしてるわけですけど。まあ、そんな中、会員さんからね、え、オーストラリアに、 住みますと。まあ、不動産いつ頃が買い時でしょうかという質問をいただいたんでね、えー、常々思ってることを、まあ、それをちょっとねお話したいと思います。まあ、オーストラリアの不動産の購入時期はいつが良いか。まあ、はじめに結論を言うと、まあ、別にいつでもいいんじゃないですかということですね。まあ、人口が増える地域で住みたいと思える物件が決めた予算で買えるときが購入のチャンス。 ね、なんだそれ、すんごい乱暴じゃんという感じなんですけど、まず購入のタイミングってね、市況がどうのこうのっていうのはね、あんまり正直関係ないです。まあなぜかということなんですけど、まあこれ不動産の値動き、ね、えー、シドニーで2年ぶり上昇とか、ブルー、ブルーンバングのね、記事ですけど、シドニーの住宅価格は2017年7月のピークから14.9%下落していたと。14.9%下がって今、 ちょっと上がったなら買いときかなとかいろいろ考えるところなんですけど、ただ、見てください、この値動き。ね。えー、せいぜいこのね、えー、振り幅が1.5%とかそういう幅でね、値、えー、動きしてます、不動産の場合は。まあ、ところが、為替。ね、当然ね、私たちが買う場合には、まあ、日本円からオーストラリアドルに変えて買うわけなんですけど、為替の値動きがね、 えー、例えばこれ2015年には 100,、えー、円,100円を超えてた、えー、このオーストラリアドル相場、ね、一時70円直っきりぐらいまでいって現在は75円前後というところで、ねまあえー、4年5年で3割動いてますで月ごとでもまあ普通に平気で、ねえー、10%動くなんてザラですし5%動くと これ見ていただくとわかるんですけど、その、不動産はそもそも1.5%しか動かないと。肩や、えー、為替相場は、ね、下手すれば10%以上動くと。1.5%なんてのはもう、週替わり、あるいは日替わりで動いてるわけですから、まあ、全体で下がる上がるということはね、あんまり関係ないと。で、むしろ、ね、ほとんどの人は不動産がね、もう上がんないんじゃないかとか、下がるんじゃないかと思ったときに、え、やっぱり、え、もういいかと。 売り出す人が多いんでね。いい物件買うんだったら、えー、むしろ下がってる時の方が買いやすい。いい物件っていうのはね、その場所がいいとかね、帳簿がいいとかね、管理がいいとかいう物件は、まあ、上がってるこれからも上ぐるでしょうなんて時にやっぱ売り物もないですし、あったとしてもすごい割高でしか買えないと。で逆に下がってる時はね、えー、そういうのも買えるで。上がってきた時にはそのいい物件っていうのはもうあの割高じゃないと買えない、えー。じゃあもうどのタイミングで買えばいいのよということになるとね、もうこれは、 まあ普通の人には、えー、なかなかこう、ベストなタイミングを選ぶっていうのは不可能なんでね。まあそれは不動産投資をね、これからね、100件買いましょうとか言えば、100件買っていく中でね、ね、えー、50件なりは安く買えるタイミングで買う必要があるとか、いうことを言えますけど、まあせいぜい1件、2件、3件しか買わないんだったら、まあそんなことよりも、まあ前提条件として人口が増えるいい場所。で住みたいと思える物件、まあほとんどの場合ね、まあ自分で住むか貸すと、 いうことになりますから、これはね、えー、住みたいと思えないような物件だとやっぱ値上がりしないです。そして、どんなにいい物件でも、えー、予算を超えて買って高く買ったらね、えー、それはもう全然あの投資としては失敗になります。逆に言うと、ね、住みたいと思う理由が安ければという前提だけでもね、それを上回るようなすごい安く買いただければ、それは良い投資になったと。 いうことが言えますんでね。まあ、こういうと、時期云々よりね、その個々の物件の売り事情、自分が住みたいと思うかどうか、ね、予算的に合うかどうか、まあ、そういうのを考慮して、えー、決めた方がいいです。で個別サポートの会社さんはね、その辺も相談してもらえば、別に追加料金なしでサポートしますんで、これ不動産買う売るをね、 失敗するとね、そのサポート費用の50万だ、月額6万だ、5万だっていうのは、軽く量がするだけ吹っ飛びますね。賃貸でもそれぐらいの違いはありますんで、まあぜひ、個別サポートの会員さんは、この不動産、ね、買うとき売るときお気軽にご相談ください。アドバイス料個別でいくらですとか、いうことは、ないです。まあ今後不動産のコンサルあればね、その個別サポートの会員さん無料ですとか、いう形でサポートし続けるかどうかはわかりませんけど、 今のところは、個別サポートの解散は、解散の手間が省ける、解散の得になる、ね、そういうことについては、まあ、サポート内容に制限なく、就職だろうが、不動産の購入だろうが、ね、引っ越しだろうが、移住だろうが、何でも、サポートできる範囲、サポートできる範囲ってのはね、きちんとお金をもらって、役に立つ、得をするアドバイスができる場合はサポートしてますんで、特に私の場合は、まあ、不動産が、 不動産の専門家と言われている人たちの中でも、まあ、なかなか私ほど投資をしたり、転売をしたり、まして海外を見たり、えー、してる人はいないですからね。まあ、かなりお役に立つと思います。まあ、そんなわけで、ね、不動産の買い時はいつか、ね、買い時とかタイミングを見るのはあまり意味がないと。買える時にいい物件が、えー、条件のいい値段で買えれば買うと、ねえー。これから上がりますと言われても、まあ逆にこれから上がりますと言った時はね、 あんまいい物件が買いにくい傾向があります。ただそんな中でも買える物件はありますし、逆にね、どうなのかなと疑心暗鬼でみんながいる時の方がいい物件をいい条件で買えることはあるんで、まあ不動産の場合ね、不思議なことでやっぱね、ご縁とかね、ついてる人はとことんついてるし、ダメな人はダメという傾向がありますんでね、サポートせっかく受けてらっしゃるんで、買いたい物件、借りたい物件、あった時にね、 条件等を聞かせていただいて、相談していただければ、満足のいくアドバイスができるかなと思います。まあ、一言で言って、触れ幅の大きい為替のね、リスクがあるんで、不動産市況そのものってのは、あまり意味がないということをね、海外不動産投資の場合の大原則,大原則としてね、覚えておいてください。以上、副業サポーター、堀秀夫でした。